皆さんの5年後の夢って何ですか？土曜日のお昼3時を回りました。こんにちは、渡辺美希です。今日のオープニングは1月30日水曜日、みんなの夢アワード3が終了したばかりの日本武道館の控室で収録しています。たった今、日本一の夢として柿内俊哉さんが今年のグランプリを受賞しました。早速ですが、まずその模様をお聞きください。みんなの夢アワード3、アワード受賞者は日本をユニバーサルデザイン先進国へと導く男、柿内俊哉さん。今日このような形で光栄な賞をいただけたこと、心より感謝しています。ここから私の夢を、使命をさらに加速化させて、日本を、世界を変えていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。では最後に NPO 法人みんなの夢を叶える会理事長、渡辺審査委員長に総括をいただきたいと思います。素敵な夢は素敵な社会を作る、ありがとうが飛び交って、そして笑顔があふれるような社会は素敵な夢の中にある、そんな思いを形にしたくてこのイベントを開催させていただきました。夢は人を成長させ、夢は人を輝かせ、夢は素敵な社会を作っていく、夢は新しい現実を作っていく、そんなことをこれからもみんなに伝えていきたい、そしてそれを現実のものとしていきたい、そのために NPO みんなの夢を叶える会はコツコツとこれからも活動を続けてまいります。本当に皆様ありがとうございました。柿内俊哉さん受賞の瞬間と私がステージで挨拶させていただいた模様をお聞きいただきました。今後 NPO 法人みんなの夢を叶える会では柿内俊哉さんの夢を応援していくこととなりました。柿内俊哉さんは体に障害を持たれていて、実はお父さんもおじいさんも45歳で亡くなられています。その45歳までの日にちをカウントダウンしながら、柿内俊哉さんはそれこそ命を削るようにこのユニバーサルデザイン、つまり体の不自由な方々が自然に暮らせるように、そんなソフトとハードを提供していこうという事業を起こしました。非常にですね、使命感のある、そして非常にミッション、思いのある素晴らしい事業だと思います。これから私はですね、柿内俊哉さんの会社にしっかり取り組みながらですね、柿内俊哉さんの夢に伴走させていただきたいと、そんなことを思います。みんなの夢アワード3に参加してくれた皆さん、日本武道館にお越しくださった皆さん、そして協賛企業をはじめこのイベントを支えてくださった全ての皆さんに心より御礼を申し上げます。ありがとうございました。また来年、みんなの夢に出会えることを期待しております。